松大和を5月19日隊は、日本の政治家、通算官僚、元衆議院議員、元参議院議員、裁判官弾劾裁判所裁判長、グローバルイノベーターズ合同会社代表社員、岐阜県岐阜市出身。第3次、小泉改造内閣において、2005年10月31日から2006年9月26日まで、 内閣府特命担当大臣、情報通信技術担当大臣を務めた。岐阜県立科の高等学校を経て、1960年に東京大学法学部を卒業後、通商産業省に入省。同期に、堺谷大地熊野秀明、高橋通る時期、吉田文武、若林茂など。1964年ロンドン大学留学。 1973年に本貿易振興機構ニューヨーク勤務などを経て、1981年に名古屋通産局総務部長で退官。1986年の第38回衆議院議員総選挙に出馬し、初当選。以降、3回連続当選。1993年、自民党を離党して、新政党、新進党の決闘に参加。 1996年の総選挙では野田聖子に敗北。1998年からは参議院に倶り返し、一時期無所属となり、無所属のまま院内会派の民主党新緑風会に入会するが、1999年の第145回国会では、時事連立政権に同調。会期後の8月16日に民主党新風会の会派を離れ、 さらに自民党に復党した。自民党では平成研究会に所属していた。2005年の郵政解散では郵政民営化法案の採決で反対票を投じたのだが自民党席を持ったまま無所属で立候補する意向を示したのに対して党本部から送られた資格候補の佐藤ゆかりを真っ先に支援表明。党本部の意向に反してのだ。さらには野田に同調した。 藤井隆夫と当時県連会長の職にありながら、造反に踏み切った小谷刑事も支援する方針を決めた岐阜県連と対立した。衆議院三回党戦歴があるものの、参議院二回党戦歴での入閣は、この論功交渉とも言われる。日米国会議員会議を提唱し、1986年より実現すると日本側議長に就任。以後、 落選時を除いて22年間日本側議長を務めた。2009年12月に次期第22回参議院議員通常選挙には立候補せず政界を引退する意向を表明。その後、2010年3月1日に自身の政策秘書であった小宮山孝二が自身の選挙区であった岐阜県選挙区で民主党から立候補することになったため自身も 自民党幹事長の大島忠盛宛に離党届を提出した。しかし1993年に離党し、その後復党、さらにまた離党という権威が問題視され、自民党岐阜県連も小宮山が発表の時点で、まだ自民党席を持ったままだったことを厳しく非難。県連は、翌2日、小宮山が提出した離党届を受理せず、 除名にした上で、県連会長の金子和義が、松田自身についても、厳しい処分を行う、与党本部に要請する事態となった。このため、離党届は11日に開かれた、当期委員会会合で了承されず、逆に除名処分が決まった。2010年秋の除勲にて、朝日大受賞を受賞。ありがとうございます。